はい、のみさん、こんにちは。今日何日だっけ？ 11月21日木曜日、どうぞっていきたいと思います。今日とりあえず木曜日で、まあしかもね、あさっての土曜日祝日なんで、おそらくもう浦和の、番組登録はね、今一応11時ちょっと過ぎなんですけど、出てるはずなんでね、浦和の番組登録部だけはちょっと見ていこうかなと思います。まあ、ちなみに気に入らなかったら多分速攻動画終わりそうなんでね。まあ、とりあえずちゃちゃっと行きたいと思います。で、ちなみになんですけど、開催の4日目の木曜日。木曜日ですね。28日の木曜日に、次回戦に、ね、重賞入ってるんですよ。なぜか木曜日なんですよね。こちら、第40回ノリスの商店の、指定交流の、浦和記念と。で、これ出走表出るのが、月曜日なんで 月曜日めんどくさいんで、あ、しかも待って。マンクラ入ってねえんだ。やば。あ、そっか、ローテーション的にマンクラ入れづらいのか。とりあえずね、月曜日なんで、まあ動画サボります。まあ表向きはね、月曜日休みたいではなく、ただいま金沢のにうまいって若干機嫌が悪い、プラスロジー的に負けた、予想外れて機嫌悪いっていうのがね、裏向きの、あれなんでご了承ください。ちなみに裏開けば、来週行われた後に、中2週ぐらいでもう一発あるんですよね。失礼、中3週っすね。こちら、月末の方にね、開催3日ございます。で、最終日がね、リレー開催なんで、まあ、おそらく、多分、浦和の方がマンクラ入ると思うんですけどね、多い一応6日間ございますんで。まあ、そのうちね、東京大賞典、東京二世優秀牝馬、シンデレラマイル、あとね、ヤング直結の方もね、日曜日行われるはずなんで、あれ多分日曜日だよね、ヤング直結って。確かそんな気がするんですけど。まあ、それがございますが、おそらく今開催で、まあ、大体のリーディング争いにはなるかなと思いますね。まあ、とりあえず、浦和記念からまず行きましょうかね。ちなみに、今開催、B2B3 ハンデ戦。地方交流ってか、なんか、南関東の B2B3 ハンデ戦が一鞍。プラス、JRA 交流が一鞍。で、こちらが B2B3 ハンデ戦2000メートルで、B3 単独、B3 単独と。まあ、とりあえず、この辺は後で見るとして、まず、裏記念行きましょうかね。裏記念、JRA からは、アイファー一様に、アナザートゥルース、里のティタン、コマビショー。今年の3歳馬か。なんだっけ、全日本2選手2着かなんかだっけ、デルマルーブル。あれ、2着じゃなかったっけ、あれ、ぶっ飛んだんだっけ。そうですね、ジャパンダートラビ2着ですね。で、レパーズセックス2着、白山大賞典2着。まあ、頑張ってれば、ヤングジョッキーズ出るかなっていう馬がギリギリ出れず、裏記念と。まあ、この裏記念で順調に行けば、まあでも東京大賞典は無理だとしても、多分東京大賞典南関東から8頭か、まあ7頭か。で、他地区から2頭ぐらいもらって JRA が7頭か8頭だとしても、まあ JRA から7頭だとアポロケンタッキー、あとケイティブレイブ、アポロケンタッキー引退したかも。ケイティブレイブ、あと何がいるかな。7頭だとギリギリにはなんのか。まあ面白そうですね。で、あとは、名将技師。これあれか、見ない業者か。あ、見ない業者か。おー。名将って今見ない業者多いんだね。前走シリウスステークスの3着馬か。まあ、今年の裏分けね、まあ、なかなか面白くはなりそうですね。一応、南関東所属になった。あ、ケイティブレイブいいんじゃん、裏分けね。昨日、妹惨敗。まあ、惨敗でも3着だからいいかもしんないけど。まあ、とりあえずは一応ね、南関東に転入初戦のオールブラッシュと。多分そうだよね。そしてオールブラッシュ前走、南部杯。の後、まあ一応これが JRA からの転入初戦と。あとは、JRA から転入組だと、いないっすね、まともなのは。まあ一応、山のファイトが今年明け4歳になってから、まあ頑張ってるかなって気もするんですけど、まあ久々の一戦。まあ、それなりにってところかな。まあ、一応今年包丁ロスター含め一応参照しますんでね。まあ、この辺で一発か。で、あとは今年の3歳王者の光要素。まあ、光要素、これが、JRA コールとしては、3戦目になるのか。2歳優駿ダービーでこれか。まあ、一応、浦和の2000メートル。まあ、面白そうですね。まあ、一応、稼ぎ2100かかってますんでね。まあ、期待はあるかなと。まあ、最悪、光要素に関しては、おそらく年明けの包丁オールスターカップだっけ？多分そんな感じのレースで。走った後、まあ、川崎あたりだったらね、一応地元レースなんで、楽に行けると思いますんでね。あと、ストロングハートか。確かストロングハートって今日走るんじゃなかったっけ？そうっすね。今日ストロングハート、金沢の、あ、失礼、笠松グランプリでエントリーと。確か鞍上、吉原弘時氏だった気がするな。まあ、一応ストロングハートもいんのか。
まあメンバーで、あとあれか、北海道から、再転入したスロンリバーと。そうっすね、前走北海道から転入初戦を勝ちと。あ、こいつ北海道来たとき、こっち来たとき、あれ、エントリーすまだったんだ。そうっすね、包丁オールスターカップとかも全部あれ、北海道所属の立川区で遠征か。草の国オープンも立川区と。まあじゃあ、難関には初転入なんだ。あれ、福田ってこれ誰？ああ、昨日のロジータ記念のあれか、管理調教師か。ああ、なるほど、なるほど。面白いところに入ったんだ、ストーンリーバーか。まあ、あとは、道営から、失礼、北海道から、あ、じゃない、高知から筑波東を。これでも、なんか最近エントリー情報出なかったけど、これ。出てねえか。まあ一応、こいつと、あと笠松から奈良と。まあ、こいつに関しては結構南関東線走ってるけど、結構でもねえな。あれ、こいつ初めてか？あ、一応今年は桜花賞来てますね。桜花賞惨敗。クイーンカップ、これ笠松か。あ、そうか、ゼス JBC か。JBC も惨敗。女の子でよく JBC 出してるな、ほんと。まあ、立川区余ってんの使うのはいいかもしんないけど、まあそんな感じか。まあでも個人的にはやっぱり、まあ一応岡村健騎手か、ガヤルド。あ、そうでもね、前走川島翔太郎か。どうなんだろうね。まあでも一応期待する地方馬としては、オールブラッシュ、センチュリオン、光要素ぐらいか。うん、それがっすかね。まあ山のファイト、うん、光要素、山のファイト、オールブラッシュ。で、あと、白山レドルフが一応どうなるかって感じか。一応前走が、富士見オープン12着。3番手から完全なガス欠か。そうなるとちょいきついんじゃねえのかね。一発後ろから行かしてみたら面白いかなと思うんですけど。ギリギリか。ちなみに、ここ出てきたけど、いねえか。ってわけで、一応これか、あとゴールドカップトライアルか。ゴールドカップって何？ S3 だっけ？ S2 だっけ？どっちだっけ？あれ、出走表がね、あ、出走じゃねえよ。あったあったあった。ゴールドカップって S2 だっけ？ S3 だっけ？どっちだっけ？ゴールドカップ12月25日、クリスマスの日に施行予定、あ、し、えー、クリスマスに確定で、ゴールドカップ S2、3歳以上の1400メートル戦か。ゴールドカップトライアル、マガタマ賞、3歳以上のレース。エントリーは、おお、結構いますね。面白いのから変なのまで。一応まあ、これ川崎所属のアポロナイスジャブか。これ3人で起きてたっけ？違ったっけ？前走は堺忍か。はは、前走川崎、いつ？昨日、あ、昨日か。昨日の、8レース走って A 逃げか。A 逃げの中原特別じゃねえのか。あれ、それは別のレースか。あれ、この人しか中原特別なかったっけ？別の日みたいですね。失礼しました。まあ、昨日とりあえず走って、短距離戦で、ガー、ひどいことですね。後ろから行って、ドベド。その他は、まあ、一応、北海道から転入か、これは。イグナショウドロ。そうですね、一応、北海道から転入ですね。東京ダービー以来の一戦と。あとは、まあ、大馬タイムか。船橋所属。ああ、もうなかなかの年っすね。あとは、まあ、サクセッサーか、個人的には。そうっすね。こちらもジャパンダートダビー以来の休養明けか。あとは、まあ、一応ストーンリバーが掛け持ち。あと、シカゴジャズか。なかなか面白くない、そうっすね。シカゴジャズ、JRA から転入後、3着4連勝、2着3連勝。まあ上出来じゃないですかね。まあ着差に関してはぶっちぎりも多いっすね。まあこれでも3歳戦なんでまあまあか。で C2 で8馬身差か。まあまあっすね。あとは、サクセッサー、ストーンリバー、シェアハッピー。シカゴジャズか。まああとでまあやっぱり Z パッション一応昨日走ってますんでね。多分ないと思いますけど。まあ一応ゼンノウラヌスも同じくか。あれ？ゼンノウラヌス？あ、これコバの方か。こちらは8月よりとか走ってないんだ。あれ？メンバーに出てなかったっけ？あ、そうですね。ゼノエルス、今日の最終レースか。あ、失礼、今日のメインレースですね。で、は、えー、発走行と。まあ、じゃあ出ないでしょうね。あとは、まあ、白山ベルか。まあ、あと一応フリビオン。あれ？フリビオンも一応つい最近走んなかったっけ？走る予定なんかな？そうですね。一応フリビオンの今日のメインレースか。あとは、戻っちゃっ
と、まあ一応ミッキーオフィサーか。で、あとポッドギル。まあバルラーム。おバルラームか。笹川つばさき主になるのかな、一応前走に引き続き。まあ個人的にはバルラーム、一応厩舎変わって、まあ休み明け、まあ前走4着と。まあ接戦なんでね。まあ一応今回は1004になりますんで、ちょっと厳しいかなっていう気もしなかですけど。まあでもこの馬あたりだったら正直、鳴らしのスプリントとかあの辺がいいかと思いますね。まあでも一応裏の専用、期待はしたいですね、出るなら。まあそんな感じですかね。まあそんな感じですね。でちなみに今回戦、全11レースなんで、まあなかなか少ないですね。うん、なんか寂しいなって気もしますね。一応裏はこれが、5日間開催は最終日、最終回戦なんでね。ちなみに新馬戦に関しては今回戦最終日に2日目ですね。で、JRN 認定が、開催の初日と。まあ、なかなかいいもんいますね。おにぎり丸からスティローザ。スティローザか、一応ローレル賞な。11着。まあそんな感じか。まあ、あとはマンガン。マンガンはでも一応、これでも重賞2着馬だからな。前走はぶっ飛んだけど。まあそういう意味で見ると、まあ重賞いってるメンバープラスって感じか。まあ、あとはバケーションが個人的に、まあどうなるかか。まあ、重賞2勝目なるか。まあ、一応、こちらも地元川崎としては、まあ、全日本2歳優秀は地元枠なんで、まあ、多めにもらえそうなんでね。あとは着実な賞金加算か。パラドックスベルン。父がタイムパラドックス。あ、当たった。母が情熱のバラ。母ちゃんがどのよ、母ちゃんちがバドマヨですか。トドイワ高原銀河農場。トドイワ？トドイワ？どっかに北海道がいねえかな。あれ？トドイワ？なんかで聞いたことある。なんだっけ？トドイワガーデンなんかいなかったっけ？どっかの球場に。ちょっと待って、浦和記念。あれ？確か北海道かなんかにトドイワガーデンにいた気がするな。安城誰だか忘れたけど。北海道。あ、ストニバでいいや。誰だっけな、トドイワガーデン。なんか騎士の名前としてはわかるんだけど、あんまり興味がない騎士なんだよ。申し訳ないけど。トドイワガーデン、トドイワガーデン、トドイワガーデン。あれ、誰だっけなぁ。しかも、厩舎どこだっけ。それすらも分からず、勝手にアクセスしてないです。そうですね。トドイワガーデン。誰だっけなぁ。なんかね、そんなに一流っていう感じの騎士でもないんですよ。はっきり申し上げたらいいんですけど。あれ、誰だっけ、幹事長厩舎。なんか本当に影が薄い騎士なんだろ、俺からしたら。申し訳ないけど。あれ、トドイワガーデン、どこだっけ。なんかどっかにいねえかな。どちらかというと、北海道の方で上の方のクラスなんですよね。どちらかというと。こうなったら、定的なアクセスしかねえな。トドイワガーデンか。北海道はもう前列終わっちゃってるからな。あるだっけな、そんなになんかガチなでかい騎士でもないんですよね。申し訳ないですけど、本当に。トドイワガーデン、一応最終レースのあたりの方のでっかいレースに入ってるはずなんで。トドイワガーデン。あれ、誰だっけな、なんか本当に幸薄いって言ったら申し訳ないけど、影が薄い騎士なんだよな。ちょっと調べてみよう。調べたら田中っていう厩舎だな、ここだ。その厩舎所属だ。あ、いた、トドイワガーデン。あ、やっぱり馬主さんは一緒っすね。ちょっといらないやつだけカットしよう。あれ、俺何見せてトドイワガーデン行ったんだっけ。あ、そうだ。JRA 認定だ。あ、やべ、間違えてきちゃった。そうだ、JRA 認定見てたらトドイワガーデンが出てきたんだ。パラドックスベルンだっけ、あれどう言ったんだっけ。あ、そうだ、母ちゃんから言ったんだ。パラドックスベルンの生産者ここだ。で、馬主さんこれか。トドイワガーデンの馬主さんは、あ、違う人なんだ。トドイワガーデン、ちなみに思いっきしバンの楽器しか思いっきしサチをついてちゃったな。失礼しました。あんまりどういうの機種ってほんとわかんねえんだよな。そうか、トドイワガーデンのあの生産牧場か。賞金的には330万。
まあ、勝ち星は今のところないですけど、まあ、これからって感じなのかな。どうなんでしょうね。まあ、中越累積して4着だから、まあ、まあって感じか。まあ、いいんじゃねえの。あとはそれぐらいかな。ってわけで、個人的にこっからは、エントリー馬ガチに仕掛けるか。あ、でも先に C3 クラスからアクセスした方が早いかな。番組登録馬で。今回戦の C3 クラスは、ここか。あれ？ねえぞ。あった。C3 クラスここっすね。開催の初日が3、6。で、2日目2、4。3日目が3、5。で、4日目、5日目に関しては1クラスで4、6と。まあ、おそらく出てないっしょうね。1年ぶりに発送となると。ここにもいねえのか。ここいないっすね。あ、バカの場のセーラーじゃん。あとは、こっちにも不在か。めんどくさいんで、直書きしちゃいましょうかね。あ、待って。こっちの方が早い。あー、やっぱりなしか。なしっすね。こっちもなしか。そうなると、三姉妹じゃない、三兄弟か。まとめて全開ってこともあんのか。俺、切れるで、それは。はい、不在。というわけで、この辺で動画にいたしましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。